明治大学環境展にお越しいただきありがとうございます。放射科学研究室大学院2年生の斉藤です。今回、環境展では放射科学研究室が行っている環境に関連した、そういった研究について簡単にご紹介できれば幸いです。まずはじめに、本研究室、 の簡単な説明をしていきたいと思います。放射学研究室は放射性同位体を一つの対象として、科学的な分離分析法により、地球環境の解析を進めていく研究室になっています。研究としては大きく3つのテーマを持って進めているところになります。環境分析研究では、大気粉塵 土壌、河川水、低質、鉱物、そういった環境資料中の放射性核種の観測を行っているところになります。玉川研究では、より環境の中で明治大学に近い玉川という環境の河川、低質、そういったものにフォーカスをして、その内部の放射性核種、そういったものを観測しているところになります。 最近では加えて廃棄物研究といった皆さんが出したゴミ、そういったものを燃やして出てくる灰、その内部にも放射性学習ありますので、そこの研究を行っています。それ以外にも、ヒ灰の中には有害物質濃縮されることが報告されていて、そういったものの安全な処理法、そういった方面にも研究を広げているところになっています。 環境分析を行っているというところから、本研究室ではフィールドワークとしてサンプリングも行っています。特に、多摩川研究の多摩川では3ヶ月に1回サンプリングを行っています。それ以外にも三宅島や富士山といった火山岩、そんなものが採取されるような地帯にも出向いてサンプリングを行っています。 簡単にうちの研究室の研究について説明をしたんですがえ、皆さんおそらくなんですが、放射線に関する知識というのはあまり持っていないと思います。そういったところで簡単な基礎知識について、まずは話させていただきたいと思います。放射線の始まりは1885年になります。このレントゲン・ビルヘルムさんという方が、 X 線を発見することで、この分野が始まったところになっています。そう考えると、約100年程度というところで、この分野自体、かなり新しいものになっています。X 線皆さんよくよく聞いたことあると思うんですが、この X 線、実は放射線の親戚のようなものになっています。では、放射線はどのようなものかという話になるんですが、 放射線は高エネルギーを持った電磁波及び粒子として定義されていて、光と同じような性質を持つとされています。光に似た性質を持つということで、放射性各種、放射能を持つ物質は、よく懐中電灯を使って例を取られることがあります。懐中電灯から出る光が放射線。 その放射線を出す懐中電灯。まあ、放射線を出すものが、えー、放射性学種。光で言えば、光の強さはカンデラっていうのが使われるんですが、えー、放射能であればベクレルなんていうものが使われるところになっています。放射線に関する単位には、えー、先ほど話した放射能以外にも、えー、放射線っていうのはエネルギーを持っていて、かつそれを与えるもの、 となっていますんで、その影響の大きさなんていうのを表す単位もあります。物が相手ならグレイ。人が相手ならシーベルト。このベクレルとシーベルト。この二つ、えー、あまり理解して使っている人多くないので、えこれを機に、えー、放射線を出す能力がベクレル。えその、放射線を出すものが与える影響っていうのがシーベルトだ。 とといいうのをしししっかりと理解してくれたら嬉しいところです。実際、皆さん放射線とあまり関わりないようなんて思っていると思うんですが皆さん、普通に生きているだけでも大体2.1ミリシーベルト程度の放射線の被曝は年間で受けているところになっていますしかし、これ100ミリシーベルト以下だと大体発がんのリスクはないとされていて 結構小さい値ですが、まあ、放射線は受けているというところになっています。このように日常生活においても意外と放射線の影響を受けているところになります。このように受ける放射線の影響っていうのはほとんどが天然の放射性核種によるものになります。本研究室ではこのような天然の放射性核種の中でも放射性 鉛、まそんなものを観測していたりとか、もしくはウラン系系列、もしくはトリウム系列、そういったような単寿命学種に着目してモニタリングを行っていたところになっています。そういった天然の放射性学種を観測している中で、2011年3月11日に東日本大震災に伴い、 福島第一原子力発電所事故が発生しました。それにより、大量の人工の放射性隠しが拡散され、その中でも環境的な影響や人体への影響から、放射性セシウムというものがモニタリング対象となっています。そのように放出されたもの、放射性セシウムなんですが、大気中に拡散し、関東圏内でも飛んできているところになっています。 飛んできて河川や土壌、そういった環境の資料に、えー、吸着もしくは移行が確認されています。実際、福島第一原子力発電所から約 250km 離れた明治大学生田キャンパスの土壌において放射性セシウムが観測されています。このように134セシウム、137セシウム、 どちらも確認されているところになっています。土壌以外にも、放射性セシウムの観測というところで、先ほど話に出た玉川についてもサンプリングを行い、一つ一つ観測しているところになっています。こちら、30地点となっていますが、現在では50地点に増やしながら、各地点、適切に処理をして観測を行っているところになっています。 このように土壌や河川といった自然環境のもの以外にも、廃棄物の中にも放射性セシウムは確認されています。実際、東日本大震災で発生した災害廃棄物、特に福島で発生したものに関しましては、そういった廃棄物が燃やされてできる焼却場合に放射性セシウムの濃縮が観測されているところになっています。 このような放射性格子を含むものに関しましては適切な処理が必要というところで、本研究室ではこの灰に関して分析以外にも安全に処理できるような新規処理法を検討しています。そちらがこの土壌混合ジオポリマーク化法になります。こちら使う土壌によって色々な色の固化体ができるものとなっています。土壌には 放射性セシウムを吸着する能力があるものも確認されていますんで、そんなところを狙って、このような形で、固化法というものを検討しました。実際作成した固化体の溶質抑制効果を評価するために、集客灰の有害性の評価試験である、環境省国示13号試験を行いました。 行った結果、未処理のものが約61%程度を溶出してしまうところが、ものによって使った材料によって変わってきてしまうんですが、0.3から11.8%まで放射性セシウムの溶出を抑制することが可能でした。こちらは僕が行っている研究で、現在ではもう少し進めているところになっています。 以上が放射科学研究室の研究概要と簡単な放射線の知識についての話でした。この環境点の話を聞いて少しでも放射科学や身の回りの環境といったようなそういったものに興味を持っていただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。